都道の駅全国制覇者さん配信を開始しました。アツアット道の駅全国制覇者さん北海道ポンポンお願いします。タカさん来た。おかえり。おはよう。ひでまるさん、さゆちゃん、おはよう。おはよう。ね、なんかお腹すいたね。なんか食べた気すんだけどな、お昼にな。何だったっけか。さゆまるさん、ひでちゃんポンポンお願い。あ、ポンポンありがとうございます。持っているようだったらお願いします。ひでまるさん、俺の腹、バラ。さゆまるさん、コメント。ひでまるさん、ポンポンを3個プレゼントしました。ありがとうございます。さゆまるさん、ありがとう。を制覇し北海道2周目回ってます。ただいま配信応援ランキング参加中、無料&有料アイテムで応援お願いいたします。コメントもどんどんよろしくお願いします。だからだってさっきコメントくれたぐらいだから来ないんじゃないかな。どうなんだろう。さゆまるさん、わら。そんな近いかって感じだけど。俺の走りをなめんじゃねえとかって言ってこれから出っ張るつもりなのかな。シャキーンとか言っちゃう。
近くはないよわら。そうか。45分くらいかな。大したもんないからね、あそこね。あ、今ね、こっからね、あとね、30分ぐらいかかるよ。競争だ。30分はでもね、これからしたら近いね。30分って距離あるからな。結構走るからね、30分あったら。高速で1時間。おう。高速で1時間ということは、どのぐらいあるんだろう。80キロぐらいある。さゆまるさん、よってけ島巻に行く途中、海沿いに滝2箇所あるみたいだけど、どうなんかな。あれ、どうだったかな、あったかな。海沿い、ひでまるさん、70キロほどかなと。高速だったらね。いたしました。匿名応援団長さん、ポンポンを3個プレゼントしました。ありがとうございます。さゆまるさん、ナイス。
郎さんポンポンを3個プレゼントしました。サブからもありがとう、ありがとうございます。大勢大勢と、そういえばあれだったな、函館1回、19年
れんだこれ。さゆまるさん松の枠で前にかりんとう甘すぎるって話をしたんだけど、うん、そのかりんとう本当に甘いんだ。落ちてないな。この高田さん、ちょっと一回きちんと整理しよう、きれいにしよう。絶対来る。来るかな。タカが来てもお土産ないしな。タカにもお土産ないしな。さゆまるさん、多分さゆが知ってる性格上なら笑。残念ながらお土産ないんだけどな。さゆまるさん、ほらね、受かってるよ。さゆまるさん、タカの性格わかるもん。何？じゃあ、カップ麺でも作って待っててやればいいのかな。多分後ろから追い抜かされるのかな。キューンとかつって。さゆまるさん、なんか持たせりゃよかったな。キューンとかって言って後ろからあれかな、抜かれるのかな。親子熊犬、親子岩。ロウソク岩はまだまだ先です。トンネルが何個か続きます。崩落事故のあったところってまだまだ。さゆまるさん、さゆが見たいロウソク岩。すげえな、この岩。
や嫌だべな、タガこっち来んのな、潮風にめっちゃ当たるじゃん潮風にめっちゃ当たるよこれ。タヌキはさゆまるさん、それでも来てくれたね。持たせりゃよかった。さゆまるさんかなり失敗した。本当だね。さゆまるさん高にあげるやつ。かなりの失敗だねそれね。さゆまるさんかなりの失敗。お土産も持たせたかったな。カップ麺でももらってたらそれあげたんだけど、そういえばトシちゃんにあげちゃったからな、でな。さゆまるさん、ウーメンならありますわら。ウーメンあったっけ俺。あ、ウーメンあるね。ウーメンあげようかな。さゆまるさん、はぁ、あ。ウーメンあるよ。ウーメンあげようか。そう、あるあるある。でも俺が、さゆまるさん、忘れてたね、今。いや、忘れてないよ。梅あげてもいいのこれ。ねえ。あげてもいいの。あげてもいいのかな、ダメなのかな、どっちなのかな。さゆまるさん、いいけど。
いいの？え？いいけど何？けど何？あ、つく、もうつくよこれ。後ろから抜かれんのかな。さゆまるさん、いや、いいよ。うん？どっちなんだ。さゆまるさん、松はどうせまた来るでしょ。ああ、そうだ。俺はもう日本中どこでももう行けるような体制になっちゃったからね。もう大丈夫。怖いものはない。さゆまるさん、松にあげたものをみんなにあげて受けるわら。本当だよね。あ、ここよ、ここの先端行って釣りしたいなと思ったらさ、よく見たらさ、全然深くねえじゃん、あそこと思ってさ。ユン、お、お、さん、お疲れ様、アスタリスクスバックコート、ダブルコート。ユン、お、お、さん、10倍、お届け物ですわら。ナイス！さゆまるさん、ユンちゃん、お疲れ様。さゆまるさん、10倍ナイス。ユン、お、お、さん、こんにちは。アスタリスク、うん、キャレットアスタリスク、イベントお疲れ様でした。お疲れ様でした。さゆまるさん、応援ありがとう。うん。
いしょ。さゆまるさん、くるくるなるわね。くるくるなる。あんまり電波良くないのか、ここ。ゴンタくん、三種へスタンプ本に道の駅、フォーレスト276大滝、ある。あ、ここはね、まだね、あれだよ。押さなくていいとこ。そこはね、大滝の、まだ、なんか、さゆまるさん、そこ臨時休業中みたいよね。今年もね、なんかね、やらないって。ゴンタくんさん飛ばすよね。飛ばす、やらなくて生きてた。何個示す見たら、よし、太陽が蒼月、うん、この道道県か、違うな、この辺か、うん、高さん、まだまだあ、まだ来て、向かってんのね。わかりやした、待っておりますよ。ひでまるさんでも休業でもせめてスタンプを押せたらよいね。あのね、あそこは確かね、どうだったっけな、なんかね、何地区、何方面だっけね。十勝じゃないしな。東北か。東北でもないのか、東北か。王になるのか。フォーレスト。あゆゆうさん、買い物行ってた。大勢。大勢。さゆまるさん、タカ配信映っていいんかな。どうなんだろうね。映すんじゃねえって言うんだったら、ちょっと。さゆまるさん、テステス。電波悪いね。さゆまるさん、電波悪いの。そこ。悪いんだな。これ冷えてるからな、ちゃんと。あ、今これあれだよ。ツイートしてたから、これ。道路の真ん中に止めるか、駐車場の真ん中に止めるか。
寒い。この辺にしとくか。ダメなんだ。いや、諦めよう。駐車場37台。ああ、ここしてあの不気味なあれがあるところだ。あの、なんだっけ。椅子に座った。海鮮バーベキュー。さゆまるさん何？さゆまるさんかかし。そう、かかし。人魚。人魚。人魚のいるとこ。違ったかな？確かそうだったような気すんな。さゆまるさん、さゆちび帰宅してちょっとしたら出かけるね。うん、分かったよ。よいしょ。出かけるのはいいんだけどさ、あのさ、さゆまるさん何？あの、ちゃんとブロック解除しといてね。うん。白石城。夕日見てんのに怒られる。信玄。帰ってきたねえじゃねえか。この辺な。さゆまるさんもうちょいだってたか。はい。さゆまるさん顔出しは大丈夫だって。お気をつけて。さゆまるさん顔出してるからな、何回も。そうだね。
まあ海沿い走っていけば着くべ。来たぞ。お、来た。きゃー。で、そう、そっち側からバレ、そっち側。さゆまるさん、インプ来た。来た。よし、来たぞ。どうにスタッフですかね。さゆまるさん、うちの息子。中三そうなんだ。初耳。さゆまるさんみたいな子。ちゅうさんどんな子。さゆまるさんたかだよ。さゆまるさん4年前からさゆ枠にいるよ。中三並走なんだ。ひでまるさん着いたのでまた来ます。さゆまるさん、ひでちゃんまたねさん、さゆまるさんとは知り合って短いからわからないや。え？さゆまるさん長いだろわら。ん？下半身。よし。さゆまるさんたか。ちょっと太い方で書くんだぞ。ちょっと待ってよ。さゆまるさん、インプ見せて、インプ。このか中3、1年くらいやろ。このクソかっこいいやつな。あ、ここ書くか。これさゆまるさん、中ちゃん3年近いよ。このドアのところ、いや、そこでもいいけど。中3へ、嘘やん。ここでもいいけど、ここ。さゆまるさん、ほんと書きやすいんじゃない、それ。何日だっけ。17。たか、17。このさゆまるさん、小さいなわら。いや、
小さくてもしっかり書いてあるよ。大丈夫だ。さゆまるさん、北海道は。北海道。北海道。さゆまるさん書かないの。いらないって。いらないって。うん。大した書きたくないって。ほら、ちょっと、映える状態をこうやって写してあげるから、これ。しゃべっておいて、これ。こんな感じだろ？こんな感じが映えるんだろ、これ。エイジニさん、また一つサイン増えましたね、ナイス。こういう、こう。匿名応援団長さん、ポンポンを3個プレゼントしました。高野君の、こういう感じ。さゆまるさん、かっけーなインプ。こういう感じがかっけーんだろ、これ。この斜めにこう光が入ったから、ね。13A な。さゆまるさん、電波が。電波が。中も見せびらかしたいんじゃないかよ。ほら。なんかすげえぞ、このか。このハンドル周りすげえぞ、これ。何これ。なんかいっぱいついてんだけど。匿名応援団長さん、ポンポンを3個プレゼントしました。何これ。さゆまるさん、ナイス。え？レーダー。レーダー？めっちゃ綺麗にしてんな。さゆまるさんだか、やっぱり身長高いな。ちょっと、なんかめっちゃ綺麗じゃねえ。俺の車の中なんて映せねえよな、こんな。大変。大変よ。さゆまるさんだかの真似した足元のキラキラ。足元のキラキラな。へっへっへっ。高野さゆまるさんレーダー、それさゆにくれるやつ。タカに見せた後に、タカの車の中を見た後に、なんだこの車状態。すごいでしょ？そんなこと言ったって、これで4ヶ月暮らしたんだからな、俺。さゆまるさんのレーダー。だいぶ楽になった。結構入ってる。すげえ、びっちり入ってる。びっちり入ってる。400リッターのやつ作る。500つければいい。さゆまるさん、テステス。中さん、俺の車は松さんと似た感じ、わらわら。しょ？ファイルしょか？さゆまるさん、レーダー、どれ？え？レーダー、レーダー、そこ。レーダー、これ。レーダーの。さゆまるさん、さゆにくれるやつ、どれ？これじゃないの？これ。これだよ、これ。そろそろ日没です。ライトをつけましょう。これ。これ。さゆまるさん、ほんとかよわら。なに？これだよ。うん、これアンテナどこに？アンテナない。え、これだけ、これだけ、本体がアンテナ、これで感知すんだ。中さん、さゆまるさん、いらないやん、わら、うん、俺もらっといていいか。俺がもらっといていいか。さゆまるさん、それとゲーム、ブツブツ交換。あ、ブツブツ交換か。分かったぜ。さゆまるさん、なんで。いいな、このライト。なんでこれさ、LED って上下効かないの？これ上下効くよ、これヘッドライトとハンドル、ステアリング連動で動くから、これ右に切れば右に動く。なに？ライト？さゆまるさん、わーい、早く送るから送ってね、わら。真面目に言ってんの？ちょっと見せて。これハンドル切ったらさ、ライトがそっちに向くんだって。え？中三松さんがさゆまる宅へ運送します。微妙に動くっていうことか。へえ。聞いた、みんな。え、そう。
さゆまるさんすげえ。ちゅうさん俺もうごくうわら。いや絶対これは動かないよ。俺のは絶対動かないと思う。さゆまるさん裏山。絶対動かないと思うなこれ。ゴンタくんさんコーナリングランプでしょ。コーナリングランプっていうわけでもないよね。ステアリング連動なんだって。だから若干左カーブだったらライトも若干左に向くみたい。極端じゃないけど。すげえな。なんかこれ STI だって。あ、それつけたよ。さゆまるさん、タカの車はドキンです。ドキンだったっけ。さゆまるさん、ウーメン渡した。食べ方はちゃんと教えたからね。はい、ドキンです。皆さん乗れませんからね。まあ汚い足で俺なんて、ね、乗ろうとしたらね、殴られますからね。さゆまるさん綺麗だな、わら、ね、めっちゃ綺麗にしてるよな、ねね、一番大事なマフラーの音。え、マフラーの音、うん、めっちゃ静かですよ、うん、さゆまるさん足元の LED をそろ。落としてんな。いい音してんな。ちょっと俺の。中さん、俺は心も汚いから無理だな、わら。さゆまるさん、どれ、マフラーのね。さゆまるさん、おお。さゆまるさん、高自慢のマフラー。うん。そう。中三良い音。ボボ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 。大体40分ぐらいだわ。40分かかった？40分もかかったって。すっげえなこれな。何本入ってんの？205。さゆまるさん、お疲れ様、わら、うん、よし、行くか。あれ、なんで島巻き出ないんだべな。さゆまるさん、電波が残念だな。真面目に出る？俺のだけおかしいのかな、これ。打ってるよ。程度はずだけど。これ目的地、ちょっとずらしてみても石の木でしょ。これ出ない。近くの井出光とかにしても出ない。ダメなんだ。なんだろうこれ。なんだろうこれ。こっちでやるのもこれ外さないダメだから、めんどくさいからやってないけど、めんどくさいから、いいかと。今こういうのがあるからな、これもらってさ。さゆまるさん、親子みたいよね、二人わら。いいよあって、いいよあって。もうあれやん、いやんか。さゆまるさん、おじいちゃんと孫か。うん。たね。切れ回ったね。しかもこの中でね。そうだよ。キャンピングカー借りた方が良かった。キャンピングカー借りたらね、きっとね、ガソリン代もね、あえて効かないんじゃないか。その中、そうですか。ハイブリッドとか、あの夏場なんてね、絶対、俺、さすがにエンジンかけてね、多分。24度のオートで寝れなかった、暑くて。さすがに
おじいちゃんと孫で申し訳ないね、そんな感じだったよね。さゆまるさん2回目の凸ナイス。ナイス。一緒、俺は行くで、もう2回目会う人初めてだよ。ほとんど1回だけだから。そうだっけ。さあ、したらあなたも帰ってご飯作って食べてください。ありがとね、あっちだったっけ。あっち。さゆまるさん高木をつけてね。こうだろう。こうだろう今。あ、ここか。匿名応援団長さん、ポンポンを3個プレゼントしました。ここずーっと道あったっけ。さゆまるさん、ポンポンナイス。でここにまっすぐ行けば下巻。うん、ちょっと広い中継場みたいな。これ島巻ってあのトンネルのところだよな。事故のな。うん、そう。あそこ本当に気をつけた方がいい。大丈夫かな。あそこ本当、あそこだけなんか知らんけど、入った途端にブツッと切れるからね。あそこ本当に電波ない。電波なくないよね。いきなりズバーッとなくないよね。うん、怖いよね、正直。エイジにさんとつないす。エイジさん、ありがとう。ありがとう、ありがとう。いや、マジね、怖いんだよ。怖いよ。うん。怖い怖い。あそこ怖い。何人亡くなったんだっけ ?11 人亡くなったんだっけ、あそこ。うん、そんなもんだか。そんなんだっけ。バスと、タクシーだったっけ。さゆまるさん、さっきなんか声ちゃんと聞こえなかったよ。本当?わかりました。では、タカ君も元気だったんで、私は行きたいと思います。ありがとね。また札幌来た時だ。あそこで。よし。さあ、置き去りにしていっか。鷹を。さゆまるさん、札幌行く時あるんか。鷹原。どうなんだろう。来んだよか、たまには。これだけのためにわざわざナイス。ナイス。ナビは使えないんです。正直言って残念なことに。タカさん笑、ありがとうございます。これだけのためにさゆまるさん、気をつけてね。うーめん食べてね、わら、今日これからだって帰って多分これを食べると思うんですよ。うわっ、ちょっとこれ見ていこうか。あれ、いや、止まるとこねえな。止まりたいな。どっかで見たいね。これ見ていくか。タカは行ってしまいましたけど。中3ない、スーワラ。これ見ていこうぜ。エイジ2さん、タカさんを気をつけて。タカは俺を置いてっちゃったけど。久しぶりに綺麗だから見ていこう。よいしょ。
さゆまるさん黄昏。うん、高さんありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそわざわざ。あ、沈むの早っ。みんな早いね。エイジシルバー D さん綺麗よのねえ。さゆまるさんどこまで行くの今日。え、次の島巻きで終わりよ。よし行こうか。さゆまるさん綺麗だった。綺麗だったね。めっちゃ。そう、よいしょ。寒い寒い。めっちゃ寒いね。皆さんも風邪ひかないように。さっきから匿名さんも確認してないんだけど。お、ありがとうございます。あら、ありがとう。皆さん、ありがとう。ありがとう、ありがとう。ありがとう、ありがとう。よし。
サバサバ電電とかでした。お見せさせてもらう。さゆまるさん、定期、全国の道の駅を制覇し、北海道2周目回ってます。ただいま配信応援ランキング参加中、無料&有料アイテムで応援お願いいたします。コメントもどんどんよろしくお願いします。タンパク質さん、ポンポンを3個プレゼントしました。さゆまるさん、ポンポンナイス。ポンポンナイス、ありがとう。まあゆっくり行くわ。海岸沿いを走ってりゃ着くから、帰ってきたのかな。指が痛い間はウクレレ休みましょうって書いてあった。あ、そうなの。わかりました。冷やした方がいいのか。入るからな、やっぱり最初な。でも小指まで使うことはほとんどないからな、大丈夫だと思うんだけどな。さゆまるさん、治ったら指先強くなる、痛くなる、さらに強くなるの繰り返しらしい。そうなの。そうなんですよね、そうなんですよ。でも弦柔らかいからそんなに力入れないで抑えれるようになるとそんなに痛みが走らなくなる。結構力入ってるでしょ、やっぱ。
これこっちでもいいの？いけんのこれ？ダメなのか。さゆまるさん、空きれいだね。うん、なんかすごいとこ来ちゃった。間違って、これ戻んないとダメかもしれないね。抜けれるかな。さゆまるさん、抜けれる。あ、抜けれるの。ありがとう。近くない。さゆまるさん、やっぱり。今回どうしようかなと思って、あの前回回った時、さゆまるさん、ナイスわら。左回りだったんだけど、右回りにしようかなと思ってたんだけどさ。
左回り考えた？右回りで考えた？雑把に。右回りだったらあれだよな。トカチ。ボンタ君さん右回りで組んでますよ。うん。したらあれだね。下行って。さゆまるさん、それはさゆもリストなんか、わら。下行って。でも中もかなりあるからね。真ん中もかなりあるからね。ね、なんとも言えないな。さゆまるさん電話などはしませんよ。W ボンあるから大丈夫だべわら。もう大丈夫でしょ。だってあのコロナの休業とかもないだろうし、あれこんな狭い道しかなかったっけか。しかありません。はい。ボンタ君さん再確認にして明日にでも貼り付けます。さゆまるさんは簡易でお願いします。ただ興味あるところは詳しくお願いシャス。さゆまるさんありがとう。 W 簡易ならやりますわら。人いたのか見えなかった。今動きが機械的だったから分かんなかった。今電波なくなるかもしれないけどね。切れたらそれまでだということで申し訳ございません。また明日頑張ります。ポンポンすっぽんぽん。ポンポンすっぽんぽん。みさみさいらっしゃい。ドンさんポンポンを3個プレゼントしました。みさみさの故郷はドンチンカンさん、のんちゃんサブ、いさアスタリスク、アスタリスクさん、松さんお疲れ様です。みさちゃんのさゆまるさん、みさみさナイス。故郷はいさアスタリスク、アスタリスクさん、さゆさゆ。
9時半ぐらいに。さゆまるさん、みさみさ、酔ってすみませんでしたわら。のんさん、故郷。故郷。いさ、アスタリスク、アスタリスクさん、わらわらわら。さゆまるさん、のんちゃん、ナイス。いや、急に後ろから。のんさん、みなさん、こんばんは。おー、キャレット、キャレット、おー。さゆまるさん、みさみさに絡んでしまったわら。いさ、アスタリスク、アスタリスクさん、通り過ぎちゃったの。うん。さゆまるさん、のんちゃん、ばんちゃ。朝のね、9時ぐらいに行ったんだよな。朝9時ぐらいに行っちゃったね。関節で寝て、その次だったからね。イサアスタリスク、アスタリスクさん、あちゃー。のんちゃん、いらっしゃい。ありがとう。いつもありがとうございます、故郷。いや、どうなんだろう。この辺のトンネルはどうかわからないんで、ただ島脇は電波がない。